はい、ツイキャスの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶり。これオンにしたままにしといてね、はい、こっちで消すんですか。上がオン、10秒、今は大丈夫。今は大丈夫。喋ってもね、今流れてます。はい、行きます。顔だけが映ってる状態。FM キノワン、お聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、宜野湾市キユナ宜野湾ヒルズ通りの高台にあるスタジオを飛び出しまして、はい、やってまいりました。トロピカルビーチから生放送のサザンブリーズ火曜日でございます。お相手は私、東勝明と久しぶりの登場、こちら。はい、火曜日アシスタント OBP のマリです。よろしくお願いします。久しぶり。はい、お帰りなさいませ。ただいまです。はい、いやー、久しぶりですね。本当に。あのね、多分話したいことたくさんあると思うんですけど、久しぶりすぎて、はい、うん、僕はね、今猛烈に話したいのは、高校野球決勝の話。そう金谷篠大と大阪桐蔭の話。あのめっちゃ盛り上がってます、ね、今決勝終わったところなんですよ。お、さっき終わったところですよ。そっか、もう終わったんだ。その話をしたいけども、そんな話はいらないという、ね、リスナーさん、ファンの方々の目がありますから。そうですねそうですねって自分で言っちゃうんだ。喋りたいですよ。それはね、置いとこうかなと思うんですけども、久しぶりの沖縄な、え、何ヶ月ぶりぐらい、2ヶ月ぶりぐらいですかね。2ヶ月ぶりってことは、だからもうマインが東京行ったぐらいから東京は相当な暑さになりましたよね。めちゃくちゃ暑かったです。もう沖縄が避暑地って言われてましたかね、ニュースで。どう、帰ってきたら涼しい。いや、あの日差しが痛いです。やっぱり日差しはそっちなんで変わらないんだ。日差しでもなかったで、今日のトロピカルビーチは、まあちょっと台風がね、近づいてきてて、まあまあ北の方にそれているんですけども、ね、風が強くて、波がね、非常に高いという。なんか今でもすごいですね、2つなんか並走してますよね。そうそうそう。で、そういうのね、今日はもう波高いんですけど、まあ遊泳されてるね、皆さんたくさんいらっしゃるんですけども、うん、まあね、楽しんでいただきたいなと思いますけど、この放送はトロピカルビーチの売店にあります、トロピカルハウスのこちら、ね、特設スタジオからお送りしておりますので、はい、ぜひ遊びに来てくださいませ。よろしくお願いいたします。はい。で、まあまあ、マリンの話をね、少しずつ、まあ今のうちにしとかないと、この後ゲストが出るから。そうですね。やばいやばい。マリンの出る幕で。マリンの話がなくなっちゃうから、行かないといけないですけど、マリンは2ヶ月東京行ってましたけども、はい、何されてたんですか？もう、ずっとライブしてました。ライブ。ライブして、うん、はい。で、あと、あの、テレビも、一つ収録をなんかやってたのみたいなね。スポーツクロスっていう金曜日の夜11時半から放送されてる番組なんですけど、はい、BS で。もう放送してるんですか？はい、ですね、8月4週とも出てるので。なるほど。僕だから、あの、なんかツイッターかなんかだけ見たんですけど、はい、ゲストの方が、あの、水口さん、そうなんですよね、水野さん、はい、水野さんですよね、野球の、野球の金太郎と呼ばれた、そうです、水野さん、はい、箕島高校、はい、それはもう野球ファンにはたまらないゲストですけども。そうなんですよ、お会いしました。いいですね、いろんなことやってますね、はい、あ、そんな仲間、沖縄に帰ってきて、うん、久しぶりということですけども、
もうファンの方々にも会ったの久しぶりなんじゃないですか。だから沖縄のファンの方とかは。そうですね。何人かはあのいつも来てくれて、うん、機長さんは東京に2回来てくれたんですけど。そうでもやっぱり久々の方多くって、うん、でもそのサプライズしてもらったんですよ、ライブの時に。ほうほうほう。横断幕と、あ、そう。はい、お花のプレゼントで。うん、で OBP が今12人になったんですけど、うん、研究生含めて、うん、その12人の顔写真入りの横断幕と12人分のお花もらって、すげえ、なんかもう愛されてるなって思いました。それは嬉しいね。本当に、いやいいファン持ってますね。本当に、いやありがたいですよ。まさかここまでなるとは。それはそうですよ、もうちゃんと本拠地の、ね、ファンがたくさんいるからね、いいことですよ。まあまあ、でもこれでもね、まだまだ東京でもいろんなね、うん、ことがまた街を待ってるということなんですけども、うん、その話まだ後ほどね、そうですね、はい、していきたいなと思います、ね、で、本日ですね、まあ、今週のサザンブリーズ投資のメッセージテーマは一か八かでございますと、まあ、皆さんもね、人生において小さな選択や大きな選択あると思います、うん、その中でどっちを選んで、どういう理由でこっち選びましたみたいなね、そんなエピソードをお待ちしているというところなんですけども、うん、まあ、今日はね、ゲストの方がいらっしゃいますから、はい、そのエピソードトークなるかどうかは分かりません。たくさん楽しく話す可能性ございますので、はい、まあ、でも送っていただければですね、今日読めなくてもまた明日明後日同じテーマでございますので、うん、ぜひぜひ皆さんメッセージを送ってくださいませ。よろしくお願いいたします。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋、株式会社徳松産業、トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。はい、というわけでございまして、この後ね、はい、OBP の東京研究生、まさかまさかの FM ギノワン登場ということで来ちゃいました。楽しみですね、はい、どんな話になるのか、うん、目の前にいるんですけども、はい、緊張しているのか、大物なのか、どちらかというぐらいの落ち着き具合、喋ったら分かります。分かるということで、マリン姉さんにもね、たっぷり紹介していただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあでは、今日の1曲目、うん、まあね、やっぱこちらの曲かけましょうよ、せっかくなんでね。ではお聴きくださいませ。 OBP 沖縄美少女プロジェクトでリアル ID。流れてるんですよね。今は声聞こえてない。聞こえてない。あの、これやってる時は聞こえてるってことですか。今こうやって喋ってる時、あの、はい、ラジオの時は、うん、は流れてる。声だけは流れてる。そうそう、うん、あー、なるほど。あの、流す喋ってる時だけなんで、うん、でも一応今基本的には流したりする。あー、なんか普通の声も聞こえるようにしたりする。あー、なるほど。曲はこっち聞こえないから。あー、そうなんです。いいです。今一応ちょっと、本当だ、言ってる、うん、一応今じゃあちょっと声聞こえるようにします。どうも、ツイキャスの皆さん、生歌ですよ。ツイキャス限定生歌が流れてます。歌とダンスの分業制みたいになってる。歌って一人歌って二人が踊るっていう。ちょっとこの3人でもライブやったんですよね、東京で。あ、そう。そう。へえ。3人で
最初6月に行って、うん、一発目はココとユコさんと5人でやったんですけど、うん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 、もうその次のライブからこの3人で1ヶ月間やって、おこの後もこの後ですよね、また3人で東京戻ったら、うん、マリン姉さんに鍛えてもらいながらそうですね、やってるわけです鍛えてないですよ、そんなに。いや、その笑顔が怖いよ鍛えてないですよ、つって何その笑顔が怖いですよね。なんか何考えてるかわからない時があるんですよ、笑顔が。あー、わかる、それはよく言われる。でも、あの、基本何も考えてないわかるよ何考えてるかわからないって言われてるけど、それ自分でも分かってない何考えてるのかナナシさんもいる。ナナシさんね、現地便って書いてある。どうしたんだろう、あれかな、ライブが終わったから、ん、燃焼済み。あ、そういうこと。そうなんだ、すごい、めっちゃコメントくれてる、うん、たくさん。次のさんから届ける言葉になる前のこの想い。あれ、こっち流れてない。あ、聞こえてなかったか。だから中さっきから何回来てたの。あ、すごい。ビーチに流れてないんですか。ビーチに流れてる。流れてる。海には流れてます。カップリング曲で、私ずっとチキタンポポです、最近。あまりもなんかこれネットでアカリンがタンポポだからCM を挟んで登場してもらいます。お菓子食べたい。お菓子ポーラベアマジで美味しい。あー、ポーラ、ポーラベア、ポーラベアね。そう、昨日ブルーシール行ったんですよ、あかりちゃん。そうなんです。あ、そう、美味しかったんです。そりゃいろんなとこ行くよね。いや、せっかく沖縄来たらね、限定物ばっか食べてます。そうだよね。マリがおすすめしたのばっかり食べる。全部食べました。それと美味しいです。そう、マリに食事付き合ったらもう大変なことになるんじゃない。でもなんかマリンさんはこう王道も行くけど、うん、意外とこうね、あんまでも王道行かないんじゃない。そう、行かないよね、多分。なんかこう知らないようなのね。でもそれゆうこさんとここ ここにも言われる。それ普通の人だったら絶対選ばない。ああ、そうなの。普通の人だったら選ばない。なんかチェーン店とか行ってもそのうどん屋さんとか、なんか普通の人が頼まないようなもの頼むのって。私、なるほど。え、さっき私言ったんですけど、マリンさんの先輩ですかって乗ってたんです。あ、そうそうそう、乗ってたね。誰乗ってたね。2人が、多分2人が先輩みたいな。私後輩、うん、って見えた。なんで。いや、いや、それは分かる。分かる、分かる、分かる、分かる。うん、分かる。え、見た目がってことですか。見た目が。喋ってないですからね、まだ。そうだね。ツイキャス越しの映像だけだよね。映像で見られた。え、なんで。私バリバリ昨日も言われました。じゃあ、間もなく行きます。見てた人。じゃあ、皆さんちょっとメッセージ紹介してから2人紹介しますね。はい、自己紹介それぞれじゃあ自分でお願いしますね。はい、確かにあかりちゃんの方が先輩だから上に見えます。確かサザンブリーズ火曜日お送りしております。はい、さあ今日はね、とにかくメッセージが多い。ありがとうございます。はい、どんどんご紹介していきましょうね。まずは機長さん、ありがとうございます。こんにちは。そして続いていただいたのがりょうさん。おお、見れたということで来ていただいてますよ。東京のファンとか
かね、うん、ね、ありがとうございます。そしてシュプリームさんもありがとうございます。こんにちは、マリンちゃんおかえりって、ただいまー。そしてさらにメッセージいただいたのクマちゃん、クマさん、はい、ありがとうございます。そしてブルガリ三千さんも今日もありがとうございます。そして雨男レイニーさんもこんにちは。はい、で大塚健二さんもこんにちはいただいてます。はい、ナッチさんありがとうございます。そしてはい、まさかの OBP 研究生さくらさん、ありがとうございます。目の前にいますまさかの、メンバーからのメッセージいただきました。そしてシャさんからもね、ありがとうございます、いただきました。そしてナナシさんありがとうございます。で人生送りバントさんもありがとうございます。今日は美女軍団に囲まれているアズマックスさんに今日だけはなりたいってね、今日だけいつもなってくれよ、じゃあ、そして、続いてタイゴさんね、ありがとうございます。やっほー。そしてナチュミンさん、アズマさんお疲れ様です、ありがとうございます。そしてゲストの方々は誰ですかといただいておりますよ。もう少々、いやー、いただいてもね。そして、しんごさんもありがとうございます。こんにちは。生で見るの初めてということでね、お越しいただいております。ありがとうございますね。すごいもうたくさんメッセージいただいておりますので、早く出せという声が、そうですね。聞こえてきてますから。うん、出さないでおく？最初もう1時間いるだけ。いるだけ？マリン喋りたいでしょ。取られちゃうけど。まあ、後輩に花持たしますか？そうですね。持たせましょう。いいですか？はい、じゃあ、お二方。それぞれ自己紹介お願いします。はじめまして、東京研究生のあかりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、同じく東京研究生の柏木里乃です。よろしくお願いします。お願いいたします。イエーイです。若い二人がそうなんです、やってまいりましたね、はい、東京研究生。そうなんですよ、はい、東京からやってきたんですね、今日は。初遠征です。あーらららららら、らすごい、東京と沖縄でメンバーがいるってのがまたすごいね。そうなんですよね、なかなかいないですよね。ね、分かれてやってるってことですけども、うん、お二方、沖縄は初めて何回目かありますか？私は前回修学旅行に来て、うん、今回2回目です。もう2回目、はい、そして私は初めて。初めて、はい、あ、いいですね。初めてと、まあ、2回目ですけども、はい、お二方、今回来られてどうですか、沖縄？思ったより涼しい。あ、ほら涼しいって言ってるよ。涼しくないよ。いや、言ってるよ涼しいって。東京は今年すっごい暑いんですよ。ですよね。本当に暑くて、うんうん、風があるから涼しく感じるけど、それもあるかも。でも日差しは痛いです。あ、焼けないようにもう毎日日焼け止め。そりゃ大変だね。大変です。で、どうですか？え、あの海が綺麗すぎて、もう、うん、泳ぎたいですね、本当は、うん、ねえ、もうだずっとさっきからね、そう、マリン姉さんが泳い泳げと泳いだらええがなと自分は泳がないくせにずっと言うじゃないですか。あの、はい、ずっとその泳ぎたい泳ぎたいって言うから、うん、まあ、泳いできたらいいんじゃない。あの売店に水着持ってるしねえ、でもマリン確か泳いだことないって言ったかったっけ。沖縄で泳いだことないんでしょ。あの海で、あの足は浸かるんですけど、うん、そんなスイスイプールみたいな感じで泳いだことなくて、ちゃんと入ったことがないです。そう、そうなん。でも沖縄の人多分そんな泳がないと思う。まあね、T シャツで入るぐらい。ああ、ね、そんな感じでございますけども、研究生になってからというか、なってもいつぐらいからなんですか、2人は。お披露目したのが6月の25日です。うんうんうん、うん、でレッスン始めたのが、うん、2人ともバラバラ。4月とか？それぐらい？私もちょいかとか。あと？私5月から、ね。5月、4月、まあ、4月、5月、うん、ということは、まあ4ヶ月ぐらいか。そうですね。大体ね、2人とも4ヶ月ですけども、でその最初このレッスンとか始めて、まああなたたち OBP の研究生になるかもしれないっていうことだったでしょ？はい、そうか、まあオーディションから始まったのか。いや、オーディションじゃない。じゃなくて、はい、まあなんとなくじゃあ、うん、研究生でというところで。はい、それ言われた時どうだったんですか？私は楽しみでした。楽しみだった、はい、うん、いや、不安でしたね。あの歌とか踊りとか、うん、アイドルとかってもう縁のない人たちだったんで、うん、見て楽しむ人たちが、うん、自分がなるんだって思ったらもう、うん、ドキドキでしたね。あー、りなちゃん歌もダンスも初めてなんで。そうなの、初めてです。そうなの、そっからレッスンしてやって実際やってみてどうですか？2人はレッスンとかも多分大変だと思うけど、でも楽しいです、すごく。うん、
ぱこうみんなの前でもともと踊ったりするのが好きだったので、うん、やっとこうできたなと思って、うん、そうマイクまさかのまさかのねあかりさんのマイクが半分抜けてたっていうどうぞどうぞ。とてもとてもじゃない、うん、すごい楽しいですね、うん、ライブやるのお客さんの反応もすぐ分かるし、うん、やってて楽しい楽しい。ゆのさんは、うん、でもなんかやっぱ追いつかないところ絶対あるんですよね、うん、そうすると結構落ち込む時もあるんですけど、うん、でもあのレッスンとかしてから、うん、仲良くなれたこととかもあるんで、うん、すごい楽しいなって今は思ってます。おー、どうですかマリン姉さんから見て2人は。でもやっぱなんかめちゃくちゃ、うん、ゆのちゃん特にフレッシュですよね。あかりちゃん貫禄があるんですか。なんかそんな感じするよね。いやだから今もね、さっきもツイキャスでねメッセージで、あツイキャスさんも映像が先にね見れてて、2人が最近見えてたんですけど、うん、あれ今日のゲストさん誰ですか、マリンさんの先輩ですかって私は初期メンバーですよやけに落ち着いてますけどみたいな。私はフレッシュですよ。え、何を言ってるの。なんでねえ、フレッシュじゃないの。いや、うん、フレッシュ感はないかもしれないフレッシュになりたい。仕方ない、初級だから。まあ、1個しか変わらないから。2個ね、2個。あ、2個かそこ強調したんだでも、うん、いいですね。そう、でもそのまだ、うん、その6月のライブの前日、当日かに初めましてをして、うん、ようやく2ヶ月経つのか。そうですね、あ、一緒にやってね2ヶ月経つんですけど、なんか全然そんな感じしないよね、うん、もうなんかだいぶ一緒にいるような。まだ2ヶ月しか経ってないんだ。うん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 、うん、まあでもだからそれだけ結構濃密な時間も過ごして。そうですね、うん、最初でもどうだった、この東京で、まあ、先にレッスンしたわけでしょ、はい、そこに沖縄から、まあ、正規のメンバーが来ると、先輩方が来ると、緊張しましたか、ね、めちゃくちゃ緊張しましたなんかやっぱりこう女の子の団体じゃないですか、うん、そうだね。それでいきなり研究生が入ってきて、しかも東京にってなったら、うん、こういろいろこうやっぱあるかなと思うじゃないですかまあこのそういう世界でね、いろんなね、まあいろんな情報をね、いろいろ考えたら思ったんですけど、うん、本当に全然そんなことなくて、うん、むしろマリンさんとはライブの日に初めましてだったんですよ、うんうん、その日に会って、でももうゆうこさんもそうですし、うん、ココナさんもマリンさんもめちゃくちゃ優しくて、うんうんうん、特にマリンさんはもうなんだろうなんで笑うの、なんだろうマリンさんはなんかもう全然こうすごい楽しいです。楽しいですかなんかもういじれます今は。うそ、マリンさんのことは。あかりちゃんがこの前、うん、人が寝落ちした姿を撮ってツイッターでばらまいたんですよ。すごくてもう本当に面白い。いや、マリンさん舐められてますね。舐められて、親近感がね、あるんだね。距離感がいいんだよね。いやなんかね、逆に壁があったらできないじゃないですか、同じステージ。いや、そりゃそうだよね。ガンガン来てほしいんだよね。あと、個人的にカマチョなので。来てくれた方がね、自分からは行かずに。来てくれた方が嬉しいってやつね。リノさんどうでしたか、先輩方。いや、レッスンの時も教えてもらったりしてたんですよ、うんうん、でなんかやっぱできない時も全然分かるまでずっと教えてくれて、なるほど。マリンさんは他の人たちよりも後に会ってるんで、うんうん、でもあの前ライブで見てて、キラッキラしてました。だから実際会った時は緊張でした。あのテレビの中にいた人を見てる感覚で会ってたんでどうしよう、褒められすぎて、すげーあれどうしよう、すげー崇拝されてるよ。どうしよう、緊張でしかなかったです。ちゃんと話せなかった気がする。確かに。でもみんなに話せみんなに人見知りしてた。本当にリナちゃんめっちゃ変わったんですよ。ああそう、そのライブ重ねていくごとに、もう最初全然喋んなかったんですけど、うんね、なんかライブ重ねるごとにめっちゃ騒ぐし、うん、楽屋でもテンション高いし結構うるさいですよね、うん、結構ケダは、ちょっと猫かぶってます。今猫かぶってる。緊張してる。あ、なるほど。まあラジオだからね。それはもうしょうがないかもしれませんけども。いやーでもそっからまあやり始めて、実際にライブっていうのも出てるわけでしょ、もうすでにね。ライブとかで出るんだから、もう特にリノさんなんか初めてなわけでしょ。人前で。
人前で何かやるのも初めて、そういう歌とかダンスとか含めて。初めてです。あの基本人の前に立つことが緊張するからできなかったので、うんうん、ライブに立つのはもう人生で一番なんじゃないかぐらい緊張してましたそんな中初ステージを出て、はステージ立ってみてどうですか。いや、あの歌うじゃないですか、うんうん、立って踊って前に人がたくさんいる中で、うん、一人すごい緊張してて、赤に全然緊張しないいやでしょうねみたいな感じだったんでそんな感じするわ。やばいやばいって思って、うん、でもあのやってみたら楽しかった。今はなんとか慣れてきて楽しいなって思って、うん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 、あかりさんは？私はもともと、まあ、いろいろやってたので、うんうん、なるほど、あ、まあ、本当に緊張しないんですよ。ああ、なるほどね。本当に緊張しないんですけど、うん、でもやっぱ楽しいです。楽しいが一番ですね。ああ、そうね、うん、楽しんでやってるんだったらいいですね、はい、うん、ああ、それが一番いいですねでこっちがね、あのステージ立ってる人が楽しくないと、うん、ね、見てくれる方も楽しくないと思う、うんうん、いいですね。アイドル発言だね。アイドル的なアイドルの発言だね、でそれでまあまあ今回ね沖縄にも来てというところで、まあいわゆるまあ OBP の本拠地ですよ、はい、沖縄にね初めてライブ来て、はい、沖縄でのライブどうでしたか。もう土日やったと思うんですけど、なんかツイッターとかショールームとかやらせていただいてるんですけど、うん、沖縄の方からとこう喋ることあっても、うん、会ったことがないので、ああそうかそうか、実際来たらもうそのツイッターとか以上に優しい方たちばっかりで、うん、なんだろう、来てくれてありがとうみたいな、逆に来させてくれてありがとうっていう感じなんですけどうんうん、うん、もうそういう言葉がたくさんで、うん、本当にありがたいです。リノさんはあのやっぱ一番初めから MP を見てる人たちに見られるから、うん、あの初めに戻ったぐらい緊張してて、うん、一番初めに出た時は、はいはい、でもさっきも言ってたみたいに、あの会ったこともないのにすごい優しくて、うん、ありがたいなって逆に元気もらいました、いやいいよね。でもこうやって2人受け入れてもらえるっていうの嬉しいよね、うん、マリンからしても本当に沖縄のファンの方々ね、めちゃくちゃ嬉しかったです、ね、でもやっぱりその前半で話したんですけど、うん、横断幕に、はいはいはい、その12人全員が乗ってるっていうのがすごい嬉しくて、うん、でその沖縄の研究生が先週出た綾瀬と桜以外にも、うんうん、ここねとかやって小学校1、2年生の子もいるんですけど、うん、その子まだ1回しかライブで出てないんですよ。なるほど。一曲、うん、でもそれでもその子たちもその横断幕に入って12人で OBP ってみんなが思ってくれたのがすっごい嬉しかった。あーいいねー、うん、いやーすごいね。でもあれだよ、今ちゃんとじゃあ2人に言っとくけど、姉さん方がすごい頑張ってたんですよ、沖縄で、はい、存じ上げてると思いますけど、はい、地道に地道に頑張ってきてね、やってきて嬉しいですね。でもこうやって、ね、自分たちがね認めてもらうこともそうだけど、うん、こうやって後輩たちが認めてもらうことも嬉しいもんね。嬉しいですよ本当に。先週か、うん、OBP3 周年になって、でその4年目に突入したんですけど、うん、やっぱ思い返すじゃないですか、結成された時に。そうだね、いやーすごいなと思ってそのなんて言ったら、まだまだやっぱ OBP まだまだだと思うんですけど、うん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 、いろんなことに対して、ダンスとか歌もだし、はい、いろいろまだまだその成長はしていかなきゃいけないし、していきたいんですけど、でもその OBP もここまで来れたんだっていう感じはありましたね。そうよね、本当にどん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 まさに進化し、ね、連続ですもんね。そう、いやいや、もう本当にね、僕もだから、まあ、2人は全く知らないだろうけど、僕もだから3年ぐらい前からね、2年ぐらい前か、ね、結成したばっかりぐらいの時から、まあ、ちょっとお芝居で出てもらったりとかして関わってたから、もうね、皆さんの成長がすごい僕もねひしひしと沖縄で感じておるところでございますけども、いやいや、もう皆さんからでもねたくさんメッセージいただいておりまして、ね、じゃあねご紹介していきましょうかね、はい、じゃあですね、人生送りバントさん、あかりん子役とかからやってそうだよね、爆発踏んでるだけあって違うわやっぱりすごい、なんかすごいですね、そんな風に見えるんですね。ね、見えるよ。だって俺ナチミンさんも言ってる、あかりちゃんベテランのオーラが半端ないって。もう
19歳の雰囲気じゃないもん。しかも今日はちょっとあれですけど、なんかあの羽織物着てますけど、うん、普段もがっつりオフショルとかで、なので、いや沖縄だからそういう格好したいな。東京でもじゃん。東京でもじゃん。スタッフさんから布巻いてる。服着てるわけじゃなくて、ただ布だけ。失礼。失礼。おしゃれですよ。いや、いいっすよね。多分だって、だそのキャ、そんなキャラいないでしょ。いないですよ。OBP に。いないですよ。個性、個性。いいよ。いや、別に着てました。布キャラ、布キャラ。いないから、だから、ね。新たなキャラクター。新たなキャラクター。面白いなぁ。はい。で、こちら。あ、実はね、この番組にツイキャスで、最近ちょくちょく来てくれてるんですよ。聞きに、ラジオネームアカシアさんまさん。さんまさん、これはこれ、ああっていただきました。美人さんイリアン東さん、そうですよ。今日はもう本当にね、囲まれて幸せでございます。ありがとうございます。たくさんね、皆さんメッセージいただきます。もちろんね、あのこの二人とまあまあマリンへの質問もね、うん、たくさん受け付けておりますよ。ね、よろしくお願いいたしますね。はい、メールでもね、もちろん受け付けてますよ。メールは797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com でございます。よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ一旦ここで CM いきましょう。はい、はい、なんてキャラ設定キャラ設定牛角の CM、 それ、うん、牛角の CM、 CM 明けニュース行ってから行きますね。久々にかのちゃんの CM、はい、みのちゃんカメラ目線してってよ。ネタの一番苦手ね。カメラ目線を。カメラ目線。ナチュミン、ナチュミンさんね。どうしますか、ニュースは時間31分だから3つ行きましょうか。3つ、うん、しているよ。よい、ないと思うよ。寂しくないよ。またあれなの、空いてるよ、おいでよ。いや、やっぱ消えるんですよ。そういう CM 充電してたの。そういう CM 充電したけど、まあ消えたら、あのもし私が一番好きな CM 押したら、それが多分電池がオンになると思います。すいません。何そのバカにしてるの。目バカにしてない。もう消えました。もうすぐ消えた。消えてないですね。あれ、俺充電したんだけどな。FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントを紹介します。まずはギノワンヒルズ通りナイトマーケットのお知らせです。こちら日時が2018年8月24日金曜日の夕方17時から21時まで。開催場所がコルク店舗前からズミカフェ店舗前で開催されます。 FM ギノワンすぐ近くですね。はい、そうなんですよ。こちらの道路の通りですね、うん、はい、で当日は普天間山神宮寺への駐車が可能となっておりまして、雨天の場合は延期となってしまいます。晴れることを願って、はい、ぜひぜひ興味のある方遊びに行ってみてください。お願いします、はい、続いて西日本豪雨災害義援金のお知らせです。
2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM 宜野湾では被災された方々を支援するため、宜野湾市民の方々にとどまらず多くの方に広く呼びかけ義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です。FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は口座振込も行っております。沖縄銀行口座番号は1855259、口座名義は株式会社 FM 宜野湾。沖縄銀行口座番号が1855259、口座名義が株式会社 FM 宜野湾です。義援金の受付は9月15日土曜日までとなっております。また FM 宜野湾に募金箱もありますので皆様のご協力よろしくお願いします。そして続いてチャリティーボーリング福祉バスへストライクのお知らせです。こちら開催期間が平成30年7月1日から平成30年9月30日までとなっております。場所が宜野湾ボール、レーントセントラル、町のとボールの3カ所で、参加費が2ゲーム代込み靴代別の1500円となっております。こちらですね、市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施しています。本収益金は地域福祉団体などが使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。お問い合わせは主催の宜野湾市社会福祉協議会の電話まで、お電話番号が098-892-6525、 098-892-6525 までお問い合わせください。以上、FM 宜野湾ニュースでした。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしております、はい、今日は久々に帰ってきたマリン、そして OBP 東京研究生のあかりさんとリノさんと4人でお送りしております。はい、メッセージいただいておりますね。ご紹介していきましょうかね。まずね、こちらメールから、まずこちらよ、ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。はい、東さん&マイノちゃんになってます。あら、まあ、完全にマリンの座を捉えてますよ。あれですね、多分お仕事前にメールしてくれてそうですね、マリンです。はい、マリンちゃんこんにちは。今日ゲスト入るんでしたよね、 OBP のメンバーが。いや、久しぶりの宜野湾の出演楽しみですね、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、そして今週のメッセージテーマの一か八か、はい、いただきました。一か八か宝くじに挑戦してみたら当たっていたってことないですか。ちなみに僕は5枚だけ購入して、一か八かで宝くじ売り場に引き換え行きましたら、まさかの1万円当たってました。めっちゃすごい、よかった。では楽しく聞かせていただきますと。5枚たった5枚だけだよ。5枚買っただけで1万円なんてそんなそうそう当たらないですよね。そう、しかも引き換えに行ったってことは確認しなかったんだよ。そうですよね。普通確認してから行くんじゃないですか。そうそう、ね、当たってるかなと当選番号見てから行くけど、そう、当たってるかどうか1か8かだって言ったら本当に当たってたっていう。めちゃくちゃいい1か8かですね。最高。いや、私も当てたい。いいなあ、そんなの。そしてもう1通いただきました。ラジオネームエコザイルさん、お、ありがとうございます。アズマックスハロチロンピー、マリンちゃんおかえり、ただいまー。さらに、カナスカナスネーネーター、はじめまして。これは、都の言葉で愛くるしいとか可愛いって意味ですよって。お、エコザイルですよと。テーマは一か八かっていうのは、まあ、昨日ねメッセージメール送られて言ってましたので、また次に送りますね、じゃあ後からね、ということでございました。ありがとうございます。はい、宮古言葉で、宮古島の方言、これ沖縄のこと方言でもないね、うん、へ、だから私もねちょっとよくそうわからないよね。
そう、宮古島だけの方言とかね。そんなのがあるんです、ね、そう、いろいろあるんで す, すごい方言に。さあ、そして、こちらいただきました、ラジオネーム、はじめましてですね、自称お昼の一宜野湾市民よりありがとうございます。皆さんこんばんは。今日初めてこちらに来た方もいると思いますので質問します。はい。宜野湾に初めて来た時の印象どんなもんでしたかということで、余談になりますが、宜野湾市にはコミュニティ局は複数あり、間違えてくる方もいるそうですよ。メンバーで来る場所間違えたとかっていうエピソードとかありますかっていうことでございましたけども、宜野湾にまあまあ今日初めてか2人は来たの。まあでもあんまり宜野湾かって分からんもんね。知識はあんましないかもしれないですね。でもリノさんは沖縄に初めて来たわけでしょ、はい、でほとんどこう来てもいる場所ってこの那覇とかそのあたりでしょ、はい、那覇ってあんまり都会と変わんなくないですか。いや思いました、あの景色見た感じ建物もいっぱいあって、うん、そんななんかもっと違うのかなって思った。でしょ、沖縄の沖縄の印象違かったでしょ、思ったよりは。でしょ、事務所ちゃんとしたとこかなとかって思ったでしょ古民家じゃないかなとかってシーサーいるのかなとかって思ったけども、意外と、いや意外と東京っぽい景色のところも都会のところでね。まあだからそっから那覇からちょっと一歩出たこの宜野湾はね、こういう海とかがすごい自然がたくさんあってね、新しいの自然のところのパーサイでございますけども、うん、はい、だからあかりさんは沖縄に来たのは前回修学旅行の時ということですけども、はい、何年ぶりとかってこと。高2の最後のだから、だから1年ちょい。そっか、じゃあもう2年くらい。2年ぐらいだったらあんまり変わらんわね。でも天気があんまり良くなく、あ今回が、あの前回が、前回が、うん、1回目本当は中止になったんですよ、台風延期になって。そうなんだ。で2回目行った時もあんまり良くなくて、うん、ちゃんとこう空が見えなくて、うんうんうん、海行ったけど若干寒いなだったので、はい、今日とか晴れてるからすごい景色がいいです。いいですよね、はい、この週末も天気良かったもんね。そう、良くて、なんかずっと東京にいる時から心配してたんですよ、うんうん、雨降らないかなーって雨だったらどうしよう、私が沖縄行くと雨降るんだよなーって。そう心配だったけど、うん、快晴でしたね。良かったねー、良かった、いいですね。沖縄はいつまでいるんですか。金曜日の朝、うん、東京に。おお、なるほど、はい、じゃあまあ木曜日までの間まだどっかでも行きたいとことかあるんじゃないですか。沖縄観光とかは行けるの。いやー、そんな時間ないでしょ。あまりない。食べ物食べてます。食べ物食べてる。食べ物で観光を満たしてます。あー、そう、食べ物何食べました。いっぱい食べた、昨日結構食べましたよね。そう、食べた。沖縄そばとか、昨日沖縄の定食とか食べて、うん、あかりちゃんが完全に沖縄の生になりましたね。そう、ゴーヤー、あー海が中止これ何って聞いた時に、うん、そのゴーヤーチャンプルってちゃんと言ったし、うんうんうん、じゃあ次これはって耳があって、うん、もう自ら入ったんですけど、マリンさんが結構なまりがすごいので、うん、そうだね、確かに映ってて、すで、うんうん、にやっぱ2ヶ月近くいるので、うんね、入ってきますね。あマリン向こう行っても別になまりは治るっていうか、別に治すつもりも特に、いや私なまってるって自分で分かってないんですよね。自覚してないから。でも2人からしたら相当なまってると思うわけ。もちろんもう、でも別になんか嫌なのじゃないんですよ。あ、なるほどね。聞きやすい。うん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 、本当に私その歌に関してもなんですけど、うん、自分の癖があんまりよく分かってなくて、うん、私歌うときにしゃくれが多いって言われるんです。それも分かってないんですよね。へえ。だからちょっと自分の声があんまり認識してきてない。リノさんは、まあ、初めてと沖縄来て、はい、何食べたんですか。沖縄そばと、うん、昨日はトンドン食べて、アグー豚丼。そうだ、アグー豚丼、天ぷら、もずく、あ、もずく天ぷら、あー、もずくの天ぷらね、美味しかった。一番美味しかった気がします。一番美味しかったずっと僕も食べてたでも、あれでしょ、な難しいかなっていうところあるけど、でも本当はどっか行きたいなってところあるんでしょ。2人どこ、いや、君は君は関係ないマリンは聞いてないですからいや、いいけど、マリンどこ行きたいの、久しぶりに帰ってきて。私ですか。私やっぱあの琉球ガラス作りに行きたくて。
お前観光客か。おい観光客みたいなこと言いやがって。じゃあ、あの本当に行くつもりだったんですよ、うん、そのでもなんかね割と思ったよりそう忙しくてね、まあ、ありがたいんですけど、ね、まあそうだね、うん、まあね別に遊びに来てるわけじゃないからね。でもその今 YouTube 番組をちょっと頑張ってて、はあそうだね、そう、そうそう、自分で編集やってて、うん、でそれでそのあの琉球ガラスを作るのを撮ろうかなと思ったりしたんですけど、うん、まあ、それは次またですね、うん、まあ、次、まあ、どうせ沖縄から離れるわけですよ。いつでも行けると。なるほどね。どっか行きたかったってとこあるんですか2人？あります。どこどこ？チュラ海？そう、行きたかったね。チュラ海ね、もう飛ぶチュラ海といえばもう僕のテリトリー内ですよ。もう本当にもうすぐ行ける、僕家から、家からすぐ行ける場所がありますから。チュラ海もいいですね。あかりさんはどっか行きたいとこあった？いや、なんか私は基本食べるのが好きなので、うん、どこかにその修学旅行で大体は行ったので、はいはいはい、観光スポット、うん、あと食べ物がやっぱ食べれれば十分なので、今はもう満足。あ、本当ですか？まあた、まあね、沖縄で食べ物といえばマリンさんに聞いていただけば、もう全部聞いてます。何でもわかりますから。そう。なんでだってこの番組で。宜野湾の、ね、はい、いろんな美味しいところの紹介するコーナーやってますから。そうなんです。もぐもぐマニー in 宜野湾っていう。そうなんだ。そう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 。いやもう私も食べてそれをストーリーに載せるっていうのをやってますもん、うん、あ、全部マリンさんです。見るたびにコメントがマリンさんおすすめのそう、美味しい。まあそれはね、それはもうちゃんと先輩のね、教えを受けて。そしてメッセージいただいているのが、つーくんさん、ありがとうございます。三重県は今すげえ雨ですよ、東さんと。そうなの、台風の影響を受けてますということで。そあー、そっかそっか。あ、ていうか金曜日だったら、まあ、台風ギリギリ大丈夫なんか。そうなんですね、すごい微妙だ。19号は大丈夫だけど20号だよね、うん、関西の方来るから、まあまあ関東方面行かないから大丈夫かもしれないですけども、ありがとうございます。そしてあいにょんさんかな、はい、マリンさんに会いたいってよ。会いに来てください。そしてあともりさん、ありがとうございます。間に合ったーと。そう、駆け込みで。はい、駆けていただきました、ありがとうございます。そして大塚健二さんが、はい、コンビニの沖縄ならではのやつ探すの楽しいですよって。やってます。やってますか？一回こっち来てすぐやりましたね、うんうん、タコライスを食べて、うん、あとはポーク卵、あ、コンビニのやつのね。ヨーゴね。ヨーゴを飲みました。ヨーゴなんか俺もう幼稚園以来飲んでないわ。なかなか。あと昨日おっきいサンピンちゃんも買いました。あー、なるほどね。まあ沖縄ならではのね、はい、あーやつでね、あはははいいですね。そしてじゃあですね、あ、じゃあこっちも行こうかな。つーくんさん、こちら宝くじのやつの一か八かで買ったやつ、ミニロトで30万円当たった。え、すごいすごい。8年ぐらい前に1000円分買って30万当たったって。1000円で30万、やば、すごい、すごい、やばもうすごいね。 30万あったらもういろんなことするな。とりあえず3分の1は食にひねます。あ、いいですね、高いものを食べたい。高いものを食べたい。いいですね。そして、あ、じゃあこれ、じゃあせっかくなんで聞きますか。明石家さんまさんから質問いただいてますよ。これマリンにも聞いたことないわ、こんなこと。何ですか？3人の好きな男性のタイプ教えてって。マリンにも聞いたことない。好きな男性のタイプ、はい。はい、先輩からじゃあ。私からですか？それはもう、私はそうですね、とりあえず愛情があり。愛情ない人なんかいるんか。分かんないじゃないですか、その愛をたくさん私にくれる人。あ、かまってほしいからね。そうです。その愛深い、愛深い人がいい。そのやっぱ面白さは重要ですね。なるほどね。あの面白くて、うん、とりあえず私笑ってたいんですよ、常に。おだから常にその、まあ、多分あの自己中なんでしょうね、考え方が。そうね、全部自分のため、自分のためだよね、今言ってる感じ。かまってくれるか、笑わせてくれと。大変じゃないですか。相当大変でございますね。
じゃあお二方も聞いていいんですか先輩。いいと思いますよ。いいですか。いいと思います。先輩許可出たんで、じゃあどうぞ。リノさんどうですか。でもマリーさんと同じで、うん、でも自分をすごい好きでいてくれる人がいいですね。で基本あの好きな人とかがいたら、うん、まあ、構ってほしいです。一緒じゃない。あのそこ同じなんです。構ってほしいから、うん、もういっぱい一緒にいて、もう、うん、なんかもうくっついてたいんで、うん、くっついてくれる人がいる。常にくっついてくれる。めっちゃわかるよ。いやーいいですね。それであかりさんはどうですか。私は基本なんかそういうのはないんですけど、うん、なんだろう、なんかサバサバしてそうだね。あ、ほんと多分サバサバ。逆にそんな、いやもう構わないでぐらいな、あるかもしれない感じでしょ。 あんまりこうガンガン来たらダメかもしれないです。なんかそう、でも、うん、こうツンデレ、うん、少しこうなんだろう、ツンツンみたいな感じの人が好きですね。姉ちゃんがめっちゃ乙女ですからね。あ、そうなの。漫画の世界ですから。あ、そう。話聞いてたら、人生が漫画。人生漫画。理想とかがね。あ、そう。人生って理想が。王子様みたいな。あのユニコーンとかがたまきそう。マジで白馬超えてますね。白馬だけでも空想上なのに。私のイメージがもうやばいじゃない。やばいね。イメージも何もないからね。ねえ。やばい、ユニコーンに乗った人が好きで。違う、違う、布キャラ。布着てるキャラでしょ。普通の人ですよ、私。やばいね。でも本当にあかりちゃん楽しいですよ。面白いな。一緒にいて、なんだろうね、めっちゃ器用よね。合いますよね。うーん、最初喋った時から思いました。あ、そう、マリンさん絶対気合うと思ったら。いや、そうよね、こんだけ仲良くね、喋ってたら。あ、いいですね。あ、素晴らしい。まだまだね、まあ、ギリギリまで皆さんねメッセージをお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、ではここで天気道路交通情報いきたいと思います。お天気ですね。いける、俺いける、はい、あ、ちょっと待って、いけます、いける、じゃあ天気はいけます。あ、大丈夫、 OK。 じゃあちょっと待ってね、道路がちょっとつなげられない。いいよいいよ、行こうと思ったけどいけるんだろう。さあ、ではこの時間、宜野湾周辺のお天気と道路交通情報お願いします。はい、まずは今日夕方のお天気からです。今夜はですね、曇りになっております。そして明日のお天気が曇りのち晴れ、朝の最低気温が27度、日中の最高気温が32度となっております。熱中症十分気をつけてください。ですね、沖縄本島地方では22日昼前にかけて落雷や突風に注意してください。また22日明け方にかけて西の風が強く吹き、沿岸の海域では22日はしける見込みです。陸上、海上とも強風や高波に注意してくださいとのことです。はい、台風19号がね、はい、接近しているというところで、まあ、沖縄本島は直撃ないんですけども、うん、また進路急に変わる可能性十分ありますので、そうですね、警戒の方をお願いいたします。はい、以上お天気でございました。続いて道路交通情報参ります。こちら一般道から大蛇名から前原、渋滞しております。大蛇名から前原渋滞です。そして漬け欄から茶壇向け、こちらは長い渋滞となっております。さらに伊佐から茶壇向けも渋滞ですね。そして山内から国体道路入り口に向け、こちらも渋滞になっております。はい、そして普天間ライカム、こちらは両方向で長い渋滞でございます。はい、風も強いですので十分警戒してくださいませ。よろしくお願いします。はい、続いて、沖縄自動車道行きましょう。お今日は平和です。よかった。いや、 2,3 ヶ月ぶりに出ましたね、平和が。ちょうど調べられてよかったよかった。はい、平和でございますが、ただあの風が本当に強くなってますので、うん、高速道路特に注意してください。ね、横風などね、うん、またもしかしたら速度規制出てくる可能性ございます。十分警戒の方お願いいたします。以上道路交通情報でした。はい、いやよかった、平和って。じゃあそう、まあ、提供お願いします。はい、サザンブリーズ火曜日、サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 898-8888
0988513291までどうぞ。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしてまいりました。いや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 、盛り上がりましたね、たくさん。ちょっと最後ギリギリですけど、もしあれだったらちょっとね、外に見てる、さくらさん、おいで、最後にちょっとだけおいでよ。最後ちょっとだけだけどおいでよ、今日ね、せっかく見に来てくれてるから。今ちょうど夕日がいい感じだ。今日ね、本当にまあちょうどいい時間帯でなってますけども、さくらさん、ダッシュダッシュ来ました来ました来ました。どうぞ、沖縄の沖縄の研究生のさくらでーす。はい、先週も来てもらいましたね。先週も来て、今日お客さんとして来ました。とりあえず9月26日にリアル ID 発売するので買ってください。見事ちゃんと宣伝をして帰った。えらいね。はい、あとどうぞどうぞ。8月26日に汐留ロコドル甲子園という、あのアイドルの、ローカルアイドルの日本一を決める大会の決勝戦がありまして、そちら東京であるんですけれども、その審査員票と、あとお客さんの会場の拍手の大きさで結果が決まりますので、その関東近郊にいらっしゃる方はぜひぜひ8月26日OBP を応援しに来てください。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。いや、楽しみですね、そこのライブも、もう優勝してきますね。それはもう沖縄の代表でございますので、みんなでね、盛り上げて応援していきたいと思います。はい、今日ね、本当2人ともありがとうございます、お越しになっていただきまして。1時間ね、で、マリンさんもまた、また来てください。はい、火曜日アシスタントなんで。はい、またこの後9時から放送のギノガルフにも3人登場するんですよね。うん、そちらもぜひ皆さんお聞きくださいませ。よろしくお願いします。というわけでございまして、本日のお相手、私、東勝明と、火曜日アシスタント OBP のマリンと、 OBP 研究生のリノとあかりです。それではさよなら、バイバイ、バイバイ。いいよいいよ。はい、皆さんありがとうございます。たくさんね、今日メッセージいただきまして、コンティニューいただいたんで1時間になって、累計110人、ありがとうございます。すごい、たくさんね、やりましたよ。関東近郊の方、皆さん応援しに行ってくださいね。お願いします。はい、お願いいたしますね。詳しくは OBP の、はい、ツイッターをぜひ見てくださいませ。よろしくお願いします。さあ、大丈夫かな。はい、私の白馬のおじさん、白馬のおじさん、白馬のおじさんなんだ。ユニコーン乗ってそう、ユニコーン乗ってくるらしいよ。雨男練乳さんは布をまとったユニコーンが好きっていう。全然違うの、全然違う方向になったんだけど、違う、違うよな。今流れてます。今流れてるよ。今流れてるよ。今流れてますよ。おじさま、今流れてます。大丈夫ですよ。はい、はい、ということで、また2人、じゃあもう沖縄来た時にね、またなんか来てくださいませ。よろしくお願いいたします。では、ツイキャスの皆さんもさよなら、ありがとうございました。